電検三種問題解説の動画をご覧いただき誠にありがとうございます。今回は過渡現象の問題として平成17年度理論科目の問いの9について解説をしたいと思います。この問題は RL 直列回路の基本的な問題です。過渡現象の学習をしていくための入門編といえますのでしっかりと確認していただければと思います。まず L というのはこちらは電流の変化を妨げようとする性質があります。このスイッチ S を開いているとき、ここの回路には電流は当然流れておりません。ここからこの S を閉じると一気に電流が流れようとしますが、流れようとする瞬間 L は電流の流れを妨げようとします。ですのでスイッチ S を入れた瞬間というのはやはりこの電流というのは0アンペアのままです。電流が流れていないということはこのスイッチ S が入っていて電流が流れていないということはこの電圧 E がそのまま L にかかっているといった状態になります。しかしこの L の値は、大きければ大きいほど妨げようとする働きは大きいんですけども、だんだんこの電流が、そのまま普通に流れるようになっていきます。最終的には直流回路において定常状態ではこの L というのは定常状態では0オームになります。つまり短絡状態になりますので最終的にここに流れる電流 I というのは定常状態ですので大文字で書きますが I は R 分の E という値に落ち着きます。この I の時間的変化を式で表すと I は最終値は R 分の E かっこ1マイナス E ネイピアスですね E のマイナス L 分の R T とこういう式になります。単位はアンペアですね。時間0秒入れた瞬間というのはここが0になります。そうするとE のマイナス0乗というのはこれは1になりますので I は0ですね。で逆にこの定常状態は、イメージ的にはですけども T を無限大というふうに置きます。そういたしますと E のマイナス無限大乗 E のマイナス無限大乗というのはこれは E の無限大乗分の1ということでこれは値としては0です。ですので1だけが残るということになります。これは式的に過渡現象を見ていったものですけども、まず感覚としてはスイッチ S を入れた瞬間というのはコイルは抵抗無限大ということですね。無限大で定常状態ではコイルの抵抗は0。逆にコンデンサーはその反対ですね。スイッチ S を入れた瞬間はコンデンサーの抵抗は0で定常状態ではコンデンサーの抵抗は無限大になるということですね。ただしコンデンサーの場合は初めに電荷が、溜まっていない電荷が0の状態という条件はありますけども、これらのことを感覚として掴んでおくと過渡現象の問題というのは実はそこまで複雑ではありません、特にこの問題は非常に基本的な問題ですので、絶対にマスターするようにしてください。ではまず回路の自定数はということですけども、自定数とは 何かというと、先ほど私が I は R 分の E かっこ1マイナス E のマイナス L 分の RT と書きましたけども、こいつを取り出してみるとこれはこのように書けます。 E のマイナスラージ T 分のスモール T、 このラージ T というのがこれが自定数です。上の式と見比べますと、ラージ t 分の1というのは、この部分に当たります。ですので、ラージ t というのは、r 分の l です。これは何を表しているかというと、l の値が大きければ大きいほど、この、定常状態になるために時間がかかると。で、逆に r の値が大きければ大きいほど、定常状態には早く落ち着くということを表しております。これは、この電流 i の値を、波形で書きますと、
まず0秒の時は0、そこから最終値が R 分の E ですけども、ここに向かってこのように増えていくといった状態になります。これが I ですね。はい、これがどれぐらい速くなるかということですね。例えば L の値がすごく小さければほぼすぐ落ち着きますが、 L の値が大きければこの変化が緩やかになっていくということになります。これが L が小ですね。これが L が大ですね、ということになります。ちなみにですが、 VR の波形というのはこの I の波形と完全に一致します。なぜならば R の電圧というのは I によって発生するからですね。ちなみに VR はどのような、波形、どのような大きさになるかというと、まあ、最終値としてはまず E がそのままかかります。なぜなら L の部分が抵抗ゼロになるからですね。最終値は E で0秒からこのように立ち上がってなっていくということですね。で、逆に VL というのはこの反対です。 VL は初期値は E です。で、最終的には0になります。ですので初期値がいいからこのようになっていくということですね。で、最終値が0に落ち着いていくといったことになります。ちょうどこの R と逆ですね。 VR の波形と逆になります。さて、このことを踏まえた上でこの選択肢を見ていくと、ちなみにこの問題というのは時刻を t イコール0で S を閉じて、で、各電流とかを見てるんですけども、この記述として誤っているものはどれかということですね。まず、自定数は L の値に比例している。まあ、T イコール R 分の L ですから、その通りですね。これは正解です。で、R の値を大きくすると、このカールの自定数は小さくなる。まさにその通りですね。R に反比例いたしますので、これも正しいです。カッコ3は、スイッチ S を閉じた瞬間のコイルの短時間電圧 VL の大きさは0である。これが間違いですね。先ほども説明したように、VL の値というのは、スイッチ S を入れた瞬間、E の値と等しくなりますので、これが間違いです。ですので、これが、誤っているものということですね。続いて、定常状態の電流は L の値に関係しない。これも説明したように、I の大きさというのは最終的には、この R 分の E に落ち着きますので、L は無関係です。抵抗 R の短時間電圧 VR の大きさは、定常状態では、先ほども言いましたように、定常状態では VR はイコール E になりますので、これも正しいということになります。問題としてはすごくシンプルで簡単ですが、これをちゃんと理解するというのが加藤現象を学習していく上でのまず第一歩になります。加藤現象はこのように RL の回路ともう一つ RC の回路、こちらを両方ともまずしっかりと押さえて、そこから少しずつ発展していくというのが重要になります。ですので、この問題の内容がわからない限り、これ以上難しい問題にはいけないと言っても過言ではありません。今回の解説動画を何回も繰り返し見ていただいて、しっかりと押さえていただければと思います。ちなみにですけども、感覚的に捉える上でのもう一つのヒントは、コイルの誘導性リアクタンスの式、XL はオメガ L というふうに置けます。そして、S を入れた瞬間の T イコール0は、このオメガ L と、オメガというのは、これは 2πf ですけども、T イコール0の時、F イコール無限大と考えてください。で、逆に、定常状態の時、F イコール0というふうに置き換えて考えていただくと分かりやすいと思います。XC についても同じですね。それでは今回の動画はここまでとなります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。